ある優しい。お腹減った。よいしょ。はいどうも、いったの少子ご飯の時間ですよ。休憩でございます。今日も絶好調で朝から。本日は、ハギさん来たの何時ぐらいでしたっけ？11時ちょうどぐらい、ちょうどぐらいですかね。もうそこからノンストップで焼きっぱなしでございます。ありがとうございます。やっと今休憩で、このね土曜日に休憩取れること自体がダメなんだって話もありますけれども、まあいいじゃないですか。この弁当美味しいですよね。ちょっと待ってくださいね。今日はこちらは、グミちゃんさんが買ってきてくださいました。ありがとうございます。この弁当僕2回目でしたっけ？いや、お店は一緒だけど種類は別。ああそういうことか。いやーめちゃめちゃ美味しそう。これすげー美味しいんですよ。ちょっと待ってください。いろんな種類のが入っててね、こう真ん中のチャーハンも美味しいな、ね、これ。あれです、よいしょ、あれです、よいしょ。弁当でよいしょってどういうことか。こうです、よいしょ。中華弁当よいしょ。でも彩りから考えるとこうかな。こうですね。ああこれいいですね。あだす。もうあれだ、いやーべ、おいしそう。玄武と朱雀とそういうことね。でこの飲料は相変わらず、ヘルメットさんからいただいたやつです。木島の2024年も、水分は飲料はヘルメットさんでこう賄い続けるという感じでございます。台東区の水道水。いやこれちゃんとしたやつですよ。ちゃんとして。台東区の水道水がちゃんとしてやめてるんじゃないですか。でも台東区の水道水本当に美味しいですからね、マジで。夏僕バンバン飲んでましたから。海田さんいただきます。はい。四方があれですよ、日本人に守られてる。うん、このチャーハン美味しいんですよ。うん、これ。ああ、じゃあ行こう。じゃあ毛島さん、あのご飯食べてください。今こっちに長山の様子をするんで。これ買ったのマルシェあります。深山の予想もね、これもできるでしょうね。あれです。東大の大学生のも無理です。チャット GPI もう無理です。わけわかんないです。だってどれ買ってもマジないよ。何よ、ちょっと眠いですか。何。セクハラじゃないか。ハラハラだから。腹を掴むハラスメント。何で水？水？グミちゃんさんは競馬やらないですか？やらないです。うんうん、全然わかんない。うん、じゃあ僕と一緒だな。あれね、京都の方はねまだね優しいんですか。あ、じゃあ京都買ってこい。いや京都はね、これも美味しいな。川田もいるし、いいな。今度は紀州がいるじゃん。早まりから間違いします。うん、いやだと思う。これまた宴会行きますから。白菜おいしい。京都は道舟と白菜多いわ。川田。まあ外側になっちゃいますけど。15、16使って。いいな。あと内枠の。本当美味しいのかよ。ダンタッチダンとかいいんですかね。あ、これか。MG って言うんですか？はい。なんてお店ですか？ MG かな？長山店舗は見たけど、いや、美味しいっすね。どういう方法？中華やっぱいいな。すみません、一緒にこれも。本当だ。食べない。物理学の法則を無視してるような。これ、ケンジさんがいただいた鶏。これ、ケンジさんでしたね。もう鶏もね、噛めば噛むほど11番マジで、ね、旨味がね、宮崎のやつらしいです。自分の一着固定だから、一着なんだけど食べたんです。うん、あーでも菅原は多分、うん、でもこれはね、僕もちょっと気になりました。菅原は鶏はつまみだから、だからクリスプレミアムって、あ、持って帰ろうかな。あ、松岡まさみは好きなんで、うん、鶏は持って帰ろうかな。うん、6と11、たけしの肉が、それ当たりますよ、60。こんだけしっかりね、おかずが4すりも入ってると。うん、こんにちは、こんにちは。行きますよ。
時間かプールも面白そうなんですよ。こんにちは。だから結局だって7000走る馬で、まあね、なかなか走った方が怖いじゃない。怖いですね。あの子がふっかりしてるぞ。ふっかりして 2000m しかも直線上り坂だから、いや馬力のある馬を見るんです。そういう時は俺の考えはいつもそれだ。4歳で馬力があって下がり調子は多分ダメだと思う。だから僕もう何年ぐらいの年ぐらいからもう必ず前走がよろしくお願いします、1着2着に入ってるような馬を買うと、うん、自然とこう、だから向こうは3年服で買うから値はずれるんだけど、でも稼ぎはしないんですよ狙い目としては、うん、逆にこっちの方が馬場家狙いんじゃないですか。だから買うんだったらもうたけしとあと菅原とあとまあそうかも3人あるファンなので、まあそうかもさんと、やべえな、どんどんお腹減ってきた。17番買ってます。こいつに大穴を。若い。食べるとお腹減ってくる。いやだそれなんですよ。そこなんですよ。今日福ちゃんやってます。やってんじゃないですか。うん、今日やってるはず。やっぱ福ちゃんさんやってるとね、活気があっていいですよ。中山の実験の。うん、あの上り坂を持ってます。あー、美味しい。まあ、前週とかは中山でね、なんか続けていっちゃおう。続けていっちゃおう。4歳で、ちょっと重いし。何か分かんないんだよ。まあ、騎士はちょっと若いんだけど、結構、こういうレースの時で、カジちゃん。カジちゃん、ケンジさんがいただきました。声を変え広げたらだって、デザート。見ないじゃないですか、正直。もう弁当がいるんじゃないの。自分は昔は強いんで、G1 で走ってどれぐらいの差で、サンハロンどれぐらいのタイムだったか。ビリビリいっちゃいました。サンハロンって結構、これ今開ければシェアできますから、ね、ならないな。調教だと。うわ、いいの来たわ。やっぱ馬の薄合わせ。やべえな、いろいろあるぞ。薄合わせ、あずき。これだ、アリモがちょうどいい。さつまいも。あとあんなのがあってる。カボッチャ、こんにちは、ね、よろしくお願いします。カボッチャミュネル絶対持ってくると思った。ルベツソーダこれで全種類だな。絶対持ってくると思う。はい、ね、まあ、タケが来るか、みんなで行きましょう。かかケンジさんからいただいたやつ、これは絶対持ってくる。ルベツああいう時に持ってくるから。ただちょっとおつまみしちゃいますか。カズオが残ってたね。ドラマとしてはいいですか、中野屋の最高です。優しいケンジさん、最高です。ありがとうございます。打ち合わせみんなで試合作戦。ケンジさんはどうする。ウイス好きなんで、さつまいもだった。おいしいわ。最高。まあ、これはね、僕甘いものあんま苦手ですけど、これ好き。苦手なの。これはね、好き。めっちゃ。今日も4とボックスですか。買うならそうですね。だから、ケンさん、ケンさん、これはどこでしたっけ。それ、あのバーゼですね。あー、あ、これがあのさっきのケーキのって言ってた、あの美味しいケーキみたいなやつです。クッキーほんと好きなんですよ。いい香り。多分ほら、その時間までこれ多分いないと思うんだけど、ただもう買ってこんどこれどうですか、これ何だろうか、証拠も。なるほど。でもそうっすね、でもゴールデンウィークでいいんじゃないですか。菅原はね、ちょっと気になったから。だからクッキー大好き。だから11、12と
松岡と、うん、小麦のこれは普通の僕の個人の粉感とバター感、この感じ大好きなんですよ。6と11、12買って三番は。うんね、いや、マジで。これはね、もう、ね、うん、ごめん。違ったな。でも、ちらっと欲しいですよね。最高すぎるな、これ。行こうか。柿おじわ。柿おじわ。中華からの茎言いながらだな。これはいいわ。これたまんないよ、これ。ゼロラもね、結構ね、僕シビックス好きなんですけどね。この感じ、いい香り。これです。なかなか決まんないっすか。いやだって、僕なんか中山金杯なんかすんなり見えるし、なんか多分あれですよ、平和です。あれ、五条悟るぐらいジズスカイさんで五条悟るぐらいを見えてないと思うんですよ。領域展開できてないと思うんですよ。こんにちは。ほんとね、難しい。やっぱ近子に行きすげえな。すげえわ。これ食べ終わったらちゃんと売りますんで。止まんなくなっちゃった。天皇でもレジェンじゃん。あ、ありがとうございます。ありがとう。ということで、グミちゃんさんがいただいた中華弁当、メイケンさんからいただいたお菓子たち、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃった。いやもう決めましたよ。